ケンリチです。これからハモの料理を食べていきます。楽しみです。てかハモ自体は初めてです。ちゃんとしたハモですよ。うわ結構でもうわなみなみだね。はい、乾杯。いただきます。はい、すごいな、うん、どれから食べるかね。好きなのか、あ、そうか、これからいただく、うん、いやーすごい、ハモ、うん、この梅肉でいただきます。このハモの皮が香ばしいっていうか、めっちゃ焼き目が綺麗。ハモの天ぷらです。お塩でいただきます。すだち、皮目をこう下にしてやったら天ぷら初めてです。さっきもそう思ってたけど、骨全く感じへん。骨全部抜いてるんちゃう。結構ね、生中なんですけども大きいですよ。普通の生中って今ちっちゃいでしょ。ちっちゃいです。大きくてキンキンに冷えてます。次の料理は開けます。ハモですよ。これもハモって、でも全部皮目焼いてるよね。ハモの味あんまり分かってないけども、ハモの味がめっちゃする。次はこれはアワビです。あ、めっちゃコリコリ。アワビってこんな風に食べるの初めて。めっちゃコリコリ。次は鍋です。でこちらの方、このアラとネギをだしとして入れて、でこのお湯が沸騰すると、でこちらハモですね。ハモをしゃぶしゃぶのように浸してから食べると、その食べるときにこの一緒にこの三つ葉ですね、三つ葉も一緒に入れて食べるという。いやーうまそう、うまそう。あ、でももういけるかな。グツグツしてきた。おー、だし、うん、だいぶグツグツしてきたので、つば、うん、うめえ。この歯ごたえが面白い。
ハイボールです。いや氷がマジすげえ氷でめっちゃうまそう。ハイボールうわもうめっちゃうまい。うん、あ幸せやね。今日取れたイワシです。で、まあ、こちらも。で、最後はこのおじやです。お漬物。そうね。そう。今朝取れた魚。イワシ。イワシ。めっちゃうまいよ。これめっちゃ、これイワシ。これ白味噌、白味噌やね。ちゃう。これハイボールだけどね、ほんまにウイスキーの味が濃厚なハイボール。シュンドル。これあかんわ。めっちゃうまい。やっぱ味が濃いっていう美味しいよね。さっきまでのハモのうまさとは一味違うっていうか。ご飯を失うあっさりしてない。めっちゃだしある。すごいだし。いやあっさりなんだけどすごいなんか濃厚。おだしの風味がすごいよ。締めのアイス。ごちそうさまでした。